こんにちは、よっちゃんです。はい、LINE 登録していただいてありがとうございます。私なんか3、4人かなと思ってたら、今のところ21人の方が登録してくださってありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。まあなんか特に何を投稿するとかっていうのも決めてないんですけど、なんか自己満動画とか、もう YouTube とかに上げるまでもない、なんか自分の思ったこととかを投稿していければなと思いますので、よろしくお願いします。あと LINE は個別で返信できたりするので、誰にも見られないので、なんか言いたいこと、伝えたいこととかあったら LINE で個別に私にね、メッセージいただければと思います。ありがとうございます。登録していただいて。それで、今日はこの、なんだっけ、なんて言うんだっけ、これ。六花亭のね、おやつを食べたいと思います。この前ね、実家に帰った時に、この六花亭のお菓子がいっぱいあって、私にくれました、お母さんが。いつもね、聞いている YouTuber さんがいるんですけど、編み物の。その方がいつもね、北海道に住んでる方なんですけど、北海道のね、お菓子をね、紹介してから、編み物をしながらおしゃべりしてくれるんだけど、いつも北海道のお菓子紹介してくれていて、六花亭のお話、この前まで結構六花亭のお菓子食べてて、その方。でね、その話聞いてたら、六花亭のお菓子食べたいなと思って、私なんかバターサンドしか知らなかったんですよ、六花亭で有名な。まあ、バターサンドめっちゃ美味しいじゃないですか。もう超大好きで、バターサンドしかほんと知らなかったんだけど、その方のお話聞いて、あ、六花亭でなんかそれ以外もあるんだって、その時初めて知って、いや、六花亭のお菓子食べたいな、バターサンド以外のやつも食べてみたいなってね、ずっと思ってたの。そしたら実家に行ったらさ、六花亭のさ、こんなお菓子あってさ、私にあげたいからいっぱい買ってきたってお母さん買ってきといてくれてて、私なんかそういう引き寄せるね、力があるんですよね、昔から。引き寄せの術みたいなのよく言うじゃないですか。なんかそれ使えるのね、私。なんか知んないけどね、食べたいとか会いたいとか思うと、それ通りになってきていて、今までの人生で。なんか、この前もね、ライブ配信で言ったんだけどね、相葉くんのめっちゃファンで、相葉くんに会いたいってずっと思いながらね、生活してたの、高校生の時に。あ、もう相葉くんと会いたい、相葉くんと会いたい、相葉くんと会いたいって、もう夢の中でもずっと相葉くんとデートしてる夢しか見てなくって。そしたら番組観覧行った時にね、ゲストが相葉くんだったりだとか、だからもう超間近で相葉くんと会えたのね。しかもファンとかいないから、番組観覧でゲスト枠で相葉くんだったんで、誰もその日に相葉くんが来るなんて知らない状況で、私だけ相葉くんのファンで超間近で相葉くんと会えたりだとか。だってね、嵐のファンクラブ入ってたのに全然当たんなかったり、当たってもね、米粒の相葉くんしか見たことなかったというか見れなかったのに、そういう引き寄せたりとか。あとなんかベッキーのファンでもあって、ベッキーめっちゃ好きだったんですけど、ベッキーと会いたい、ベッキーと会いたいって願ってたら、ベッキーが代々木公園で募金活動するっていうのがあって、 その日私たまたまオフで、ベッキーと会えんじゃんと思って、代々木公園まで行こうとか言って、一人で代々木公園まで行って、ベッキーの募金活動に参加したりとか、いろいろあるんですよ。あとね、ポンも、私ずっと白いプードル飼いたい、白いプードル飼いたいと思って生活してたら、ブリーダーさんが、
売れ残りのワンちゃんいるから、もしね大事に育ててくれる人がいれば譲るし、なんか条件に合う人がいなかったら譲りませんみたいな、そのブリーダーさんがうちで生涯見ますけど、あのブリーダーっていうブリーディングされてるところでいっぱいのワンちゃんの中で育つより、一つの家族の中で、ね、受け入れてもらえる子がいれば愛情がその子一人にはあの注げられるから、譲りたいんだけどいい人がいればみたいな、すごい条件いっぱいつけてて、そのブリーダーさんでお話聞いて、で私だったらあの譲ってもいいかなってそのブリーダーさんが思ってくれて、この白いねプードル飼えたりとか、あの白いプードルってねなんか人気ないみたいで汚れるし、やっぱ茶色が可愛いってされてる、クマっぽいみたいな感じで、だからね白いプードルってすごい人気ない。しかもポンはちょっとデカめのプードルだったみたいで、それもさらになんか人気がないあの条件私たち的には好都合だったんだけど、それでうちに来たりだとかね、前に飼ってた先代の犬もね、なんか足が歩ける保証がないからって言って1万円でなんか買えたんですよでも生涯歩ける保証ないですよって言われて、でも私はもうほんと犬がすっごい欲しかったから、もう毎日犬が欲しくって、小さい時からなんか人形に紐つけてお散歩をさせたりだとか、掃除機を犬と見立ててお散歩させたりだとか、もう毎回毎回ね犬飼いたいって毎日言ってたからでお母さんが1万円だったら、まあ、飼ってもいいかみたいな、で車椅子生活になってもちゃんと面倒見るんだよって言われて飼ったんですよ。そしたら全然歩けて、生涯ずっと車椅子とか必要なくって、生涯ずっとね健康で歩けるコーギーちゃんだったんですけど、そうララちゃんとねそうやって巡り合ったりだとかっていう、なんかこんな話どうでもいいんですけど、私結構引き寄せられるタイプの人間でそれでねこの六花亭も見事引き寄せましたということで、こんな話どうでもいいですよね、全然編み物関係ないんですけど、あこんな感じで、あららら、パイになってます、パイめっちゃ美味しそうです。そういう不思議体験というか持ってるんですよ私。うん、中はあんこになってて美味しい。六花亭でなんでこんなさ、なんかどんなおやつも美味しいですよね。うちもね食べたんだけどめっちゃ美味しくて、バターサンドも美味しいし、はい。それで今日はチューリップセーターね編んでたんですけど、前身頃と後ろ身頃ね編み終わったんだけど、やっぱ前身頃ねめっちゃ間違えまくってて、後ろ身頃がすごい綺麗にできたのに前身頃ねミスりまくってる状態でセーターにするの嫌だなと思ったんで、前身頃全部ほどいてもう一回前身頃編んでます。もうちょっとで終わりそうなんだけど、もう今のところまあちょっとねまたなんか段ずれてるところ発見しちゃったんですけどね、まあそれはもういいやと思って、なんか肩のとこになるからねもういいやと思ってほどかなくて、まあ、ここがちょっとねほらちょっと表編みがさずれちゃってるじゃん、一個ずつ一個ずつずれちゃってんのよ。でもこれはこういう風に来てちょっと肩ら辺のとこになるから、まあ ずれてんのちょっとわかるけどね、
まあいいかって、まあいいかって感じで、ここだけは許してもらおうかなって。 ここのメインの柄は今のところ大成功中なので、ここだけは勘弁、もうほどきたくないので、そんな感じでチューリップセーターをね楽しんで進めております。でね、この前ね、カセトリボーが全然わかんなくって、やり方が。っていうかさ、こういうふうにね、こっちもこっちも平行な感じで使うんだと思ってたの、私。そしたらなんか、どっちかはこうね、こっちは縦、こっちは横って、こう互い違いにして使うらしいのね。そんなの全然知らなくって、もうこうやってどっちも平行にして使ってたわけよ。そしたらもう超さ、絡まりまくって、なんか、なんなん？カセトリンボ買わなきゃよかったじゃんと思ってたの。椅子の背もたれとかでやってればさ、よかったじゃんって思ってさ、すごい、なんだよ、全然使えねえじゃんと思ってたんだけど、そしたらいろんなね、視聴者さんが教えてくれて、こうやってやんだよみたいな、こっちとこっち互い違いにしてやるんだよって教えてくれたの。そしたらもうめっちゃさ、うまく枷の状態にできて、もうほんとみんな神と思って、超助かりました。なんか YouTube 見てても、この状態から始めますなんて誰も言ってないのね。なんかこう巻き取るとこから全部の動画始まってて、でさ、なんか動画だとさ、わかんないっしょ？なんかわかんなくって、こんなね互い違いになってるなんてこと全然なんか伝わってこなくって、で私は平行でやるもんだと思ってるから、平行の状態で何回も何回も動画見ながらやってたのね。なんか同じような形になんないなーって思いながら、でもなんかこうするなんていう概念がないので、互い違いにするなんていう概念がないからさ、もう平行のままやってたらもう全然できないと思ってたから、もうこういうふうにやるって最初に言ってほしい。初心者中の初心者だから、こっちは分かんなくてさ、だからインスタでね、カセトリボー使い方分かんないみたいな愚痴言ってよかったなって 思いました。もう分かんないこと分かんないってつぶやいたら、いろんな師匠が教えてくれて、なんか匠たちがいっぱいいるからさ、匠たちがいっぱい見てくれてて、この私の動画とか SNS を。だからね、私は本当に助けられててさ、本当にありがたいです。なんか YouTube とかって、こういうもう初心者中の初心者のところって結構省かれてて、そこ分かるでしょうスタンスで次のとこから始まっちゃうからさ、本当に匠の方々に感謝の気持ちでいっぱいで、それで紬のスピンドルの紬のやつもね、よちゃんのやり方だとやりづらそうだから、こうやってやったらもっと紡ぎやすいんじゃないかなって、動画でね教えてくれたりとかしてくれて、もうその動画がさ、超わかりやすくって、おかげでね、私スピンドルのね技術がめちゃくちゃ上がって、めちゃくちゃ上がってって、そんな自慢できるほどはできてないんですけどね。めっちゃ分かりやすいし、やりやすくなって、どんどん紡ぐのが楽しくなっちゃって、もう今ほんと毛糸より羊毛が欲しいって感じで、本当にありがとうございます。わざわざ動画をね、撮ってくれてさ、もうほんと紬の永遠に、なんか、あれも中毒性あるっていうか、永遠に回してたいっていう感じ。スピンドルの紬は、
ショート動画にして紡いでってる、上達していく様子を載せていきたいと思いますので、なんかね、この画角だとスピンドル立ってやらなきゃいけないから、なかなか画角に収めるのが難しくて、ショート動画で縦動画で練習中の様子を見て 載せていこうと思います。成長していく姿を見ていただければと思います。でね、ほら、これ初めての私の鉄麦糸でーす。できましたね。超かわいいんですけど、まだね、なんかより止めっていうのをやってないから、今すぐには編めないんだけど、より止めっていうのをやんなきゃいけないみたいで、お湯につけて乾かすみたい。結構いっぱい紡いだなと思ってやったんだけど、2本の糸でこう、送信にしていく、2本の糸が絡まり合って1本の糸になってるんだけど、その作業があるからね、いっぱい紡いだのに2分の1の長さになっちゃうからね、もっと紡がなきゃっていう感じなんだけど、とりあえずできたので可愛くって、これをいっぱい作って鉄麦糸のセーターをね編みたいんだけど、何億年かかるんだろうっていう感じ。てかもう結構紡ぐの上手くなってきた 自分で言うのもなんなんですけど、てか多分匠から見たら全然上手くなってないんですけど、自分の中ではちょっと早く紡げるようにはなってきたから、もっといっぱい紡いで、セーター分、これ作っていこうと思います。羊毛を染色したいんだけど、だから白い羊毛欲しいんだけど、未染色羊毛みたいな。でも、とりあえず買っちゃった羊毛があるので、それをとりあえず全部紡いでから染色用のやつ買おうかなって思ってるんだけど、これチクチクしそうだなと思って、でもめっちゃチクチクするもん。だからまあ、あれですよね、なんだっけ、ヒートテックとかの上から着て、襟元をあんまり上までいかないやつで、ルーズな襟ぐりでセーター作ってった方がいいかなって感じ。まあ私、腕とかは別にチクチクしてもいいかなと思うから、頑張ってこれも紡ぎたいと思います。そんな感じで、もうなんかね、やりたいこといっぱいあって、時間が足りませんけど、チューリップセーターね、結構模様が激しいから、編みながら喋るっていうのができるかわかんないんですけど、ちょっと頑張ってやってみようと思います。この前、なんか旦那さんが、なんだっけ、プラモデル作るのが趣味ってほどやってないけど、プラモデルをね、塗るんですよ、結構。そのプラモデルがちっちゃいガンダムなんだけどさ、ちょっと見せてあげる。こういうね、このサイズのちっちゃいプラモデルなんか縫うのにはまってて、よく塗ってるんだけど、これ1個500円なのね。1個500円で、なんかさ、旦那さんはさ、1回塗ったら買うみたいな感じなの 全部塗り終わったらまた買いに行くみたいな感じで、あ、すごいなみたいな、その買い方できるのすごいなって思ってさ、
私がけあのなんか悩んでるから、これとこれどっち買おうかなって。でさ、1個500円だしさ、もう2個買っちゃいなよみたいな。こんなちっちゃいんだったらすぐ塗り終わるっしょみたいな。だから迷ってるやつ全部買っちゃえばいいじゃんって言ったら、みたいな、塗り終わってからまた買いに来ればいいじゃんみたいな言っててまあ確かにそうなんだけどさと思ってなんかさ、ニッターやってると無理じゃないですか。その1着分の毛糸を買って1着編み終わってからまた次の毛糸を買うっていう。私だけ？私なんか無駄に毛糸3着分くらい買っちゃうんだけど、これ編み終わったら次これ編みたいしみたいな。送料もかかるから、送料無料になる分まで買うってなったら、もう3着分くらい毛糸買っとこうみたいななっちゃうからさ、そういう買い方できるのすごいなみたいな。塗り終わってからもう一回買いに来るみたいな、まとめて買っちゃえばいいのにって思っちゃうんだよねそう、一個一個買うのが。でも中には在庫ゼロで一個一個買うみたいな方もいますよね。そういう風になりたいなって思うんだけど、一つの作品ができたら次買うってなかなかできないんだよね分かっちゃいるんだけどね。でね、この前旦那さんがパチンコにね、お友達と初めて、もう人生で初めてくらいで行ったんですよね。行ったみたいで、で結局は1万円かけて1万円戻ってきたからプラマイゼロで、まあ楽しめたらしいんだけど、1万円消えるのに何分かかんのって聞いたら、まあ10分くらいかなみたいな。へえ1万円10分で消えんのと思って、私はそれ聞いて超おったまげて、マジだってさ、また毛糸で換算するんですけど、1万円分の毛糸買ったらさ、ニッターさんはさ結構な期間遊べると思いません？まあ超高級めな毛糸を買ったとしてもさ、1着分は買えそうじゃないですか。1万円だったら1着分の、まあ、10玉とかは買えるだろうし、安い毛糸屋さんだったら3着分くらい1万円あったら買えると思うんだよね。安いやつもさ、可愛い毛糸いっぱいあるし、そうしたらさ、まあ早い人でも 2ヶ月、1着分だったら1ヶ月とか、まあ2週間とか遊べる人は遊べるし、3着分買ったらさ2ヶ月くらい遊べるじゃん、1万円で。それ聞いたら15分でなくなっちゃう、10分とかでなくなっちゃうなんて、パチンコってすごい世界と思っちゃってさ、びっくりしました。そんな早くなくなっちゃうんだって。飲み物ってなんかそう考えたらコスパいいかもみたいな、安い趣味かもってわかんない、ギャンブルと比べたら良くないのかもしれないけど、ギャンブルが趣味になっちゃったらもう大変じゃんと思ってさ、びっくりしました。もう最近全部編み物につなげちゃって、何分あったらどんだけ進められるじゃんとか、これできんじゃんみたいな、こんだけ日にちあったら靴下編めんじゃんとか、もう頭がそういう思考回路に
なっちゃいますよね。私だけ？あんまりね、行かないから、あんまりっていうかこの前初めてそのパチンコに行って、まあ私付き合いとかだったらもう行くのしょうがないかなって思うから、お友達ととかね、そういうな流れとかノリになったら、一人で休日行くってなったらちょっとやめてくれって思うけど、まあしかもその日は1万円やって1万円戻ってきてプラマイゼロで済んだからね、よかったけどね。1万円あったらゲート買えんじゃんってめっちゃ言いました。なんか最近カセクリキと糸巻き買ったんですけど、もっと早く買っとけばよかったなって、ほんと2000円くらいだし、あんな便利なものだったんだって知って なんか長く続ける趣味だったら早く買っちゃった方が得だよなと思って、もう別にね、なくても過ごせるっていうか、ラップの芯とか何かにこう手巻きでくくりつけてもさ、まあそんなにね苦じゃないし、登場回数もあんまり多くないから、糸巻き機とかカセクリ機ってあんまり多くないから、まあなくてもいいかなーって思うんだけど、やっぱカセの糸とかが好きになっちゃうとダメですね あった方が絶対に便利ですね。買ってよかったものランキングナンバーワンすぎて最近感動してます。もう結構編み物用品も揃ったし 毛糸も結構あるし、羊毛も結構買ってあるから、もう買わなくても私はだいぶ糸には困らない生活をしていると思うので もう編み物用品も結構全部買ったしね。もうとりあえず、新しいのは買わないように 今あるものを消費してから買うって毎回言ってんですけど、ちょっともう、本当に、頑張ります。なんか可愛いのいっぱいあって買っちゃうんだよね。羊毛の、なんか羊屋さんとか、なんかその羊毛のお店に行きたくて あんまりないじゃないですか、お店さんが。毛糸屋さんだって少ないっていうのに。羊毛屋さんなんて全然ねえないだろうからさ、羊屋さんってオンラインあるけど実店舗もあるのかな、実店舗もあるっぽいですもんね、超行きたいんだよな。あとなんかスピン、なんだっけ、スピンドルじゃなくてスピニングパーティーっていうのもあるみたいで、それも行きたいんだけど、日曜日なんだよな、土日なんだよな。
かなかなかいけないんですけど、その紬の世界のお店に行きたいなとかって思っちゃいますね。可愛くて。今度ポンの毛で紡いでみたいなって思ってます。今とりあえずは、とりあえず今ある毛たち羊毛たちで楽しもうと思うので。ポンはさ、もう結構頻繁に私がトリミングしちゃうので、なかなかね、伸びないっていうか、伸びる前にトリミングしちゃうんだよね。だからなかなか毛が集まんないかもしんない。もうね、ちょっとでも伸びてるとね、私がトリミングしなきゃって思っちゃうから、頑張ってポンの毛もあんま伸ばしたくないんだけど伸ばしていこうと思います。それでは今後は紬も頑張りますので、温かく見守っていただければと思います。あ、そうだ、なんか私のことすごいね、みんなね、また挑戦し、新しいこと挑戦してすごい、フットワークが軽いとか、何でも挑戦するの素晴らしいみたいな感じでね、なんかみんなすんごい褒めてくれるんですけど、私もほんと興味津々っていうか、やりたがりなだけで、全部中途半端な状態で次に進んじゃうというか、なんか、あ、これ楽しそう、やってみよう、染めるの楽しそう、やってみよう、紡ぐの楽しそう、やってみよう、これ編むの楽しそう、やってみようみたいな感じなんで、いきなりね、え、なんかこいつ最近紡がなくなったな、染めなくなったなとかって思う日が来るかもしれないんですけど、ハマればすごいハマるし、ハマんなかったらすぐやめちゃう性格なのでハマってなかったら、あ、なんか飽きたんだなって、やってな、やってなく、や、やり、やらなくなったら、あ、この人飽きたんだなって思ってください。とりあえず私はなんかね、興味あることをね、すぐ始めちゃいますので、後先考えずに。なので全然すごくもないので、続かないこともあります。温かく見守っていただければと思います。このチューリップセーターが終わったら、ラナンキュラス、私が編んだやつ全部ほどこうと思ってますのでほどいて、やっぱ納得のいく形にしようって決めました。手染め糸でやってもらった可愛い可愛いラナンちゃんなので、ちゃんと自分の納得のいく形にしていこうと思います。ちょっと切ないけどね、セーター1着分をほどくっていうのは
これ間違えてるなと思いながら着るよりはいいかなって。こんな感じで私は糸紡ぎと手染め糸を作ることとセーターを編むこと、靴下を編むこと、あとスティーブンのショールがいますので、スティーブンのショールを編み上げること、マジでやることたくさんすぎて本当に寝る時間がなくって、寝る時間がないっていうか、もう寝てるんですけど、本当に寿命が足りませんので大忙しな日々を送っておりますのであの人はあれやる、あれ完成してないじゃん完成してないのにこれもやり始めてよとか、まあもうそうやってね、みんな思うと思うんだけど、もう本人が一番わかってますのでご支援のほどよろしくお願いします。じゃあまたね、あのこの人かわいい、もうかわいいのですでに編み上げるのを楽しみにしていてくださいそれではご視聴ありがとうございました。またねー。